こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日は2020年新作第3弾ということで、こちらの3つご紹介していきたいと思います。ウォーム&メルシェ、ハンプトン、そしてティファニー1837のローズゴールド、そしてカルティエタンクアシンメトリックということで、この3本ですね、すべてアールデコ調の角型ウォッチということでご紹介してまいります。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、それでは早速行ってみたいと思います。まずはハンプトンからですね。メンズのですね、黒革のもので、ステンレス製の角型のものが3つ出てますね。ニューということで3作出ております。1つが 6G1 にスモールセコンドとデイトがあるモデル、これが105282というモデルですね。そして 6G1 にデュアルタイムと AM/PM 表示、そして 12G1 にラージデイト、2桁のデイトがついているモデルが10523というモデル、そしてセンターの 3C モデルでちょっと小ぶりなものが10522というモデルですね。この3つ登場しております。で、ブランドの話から少ししていきますけど、ボーム&メルシェというブランドですね。1830年創業ということで、これパテックフィリップより実は古いですね。1835年なんですけど、パテックフィリップがそれよりもその5年前にできているブランドになります。で、発祥がジュラ地方ということで、スイスのジュラ地方っていうとすごく山奥なんですけれども、もともと農家ですよね。もともと農家が副業、冬の間の副業、雪が降ってて農業ができない時の副業として、精密機器の部品であったりとか時計の部品であったりっていうのを作っていたっていうのが発祥になるんですよね。そこから時計師というものが生まれ始めて、その時計師の走りとなったのがね、ブランパンですけれども、まあ、そういったところから時計師というものが誕生していって、ジュラ地方の時計産業というものがこう発達していくという流れになるんですが、その流れの中から誕生したブランドの一つということでございます。はい。で、ジュラ地方で有名なブランドというとね、オーデマピゲとかもありますけどね、あとは、ティソとかもそうですかね、あとゼニスももしかしたらそうかもしれません、まあ、そういったところで有名なところたくさんあります。そして、ブランドの特徴としては、早くから世界に注目していたということで、19世紀末にはすでに世界各地に販路が広がっていたんですよね。そしてグランドコンプリケーションという、あの複雑機構、超複雑機構ですね、トゥールビオンとかミニッツリピーターとか、ああいったものの制作でもしっかりした腕がありまして、国際展示会で数々の受賞歴があると。そして1918年ジュネーブに移転しまして、ジュネーブシールを獲得するということで、時計作りにおいても素晴らしいブランドだなと思います。まあ、それでいて現代の時計ではですね、結構価格帯も優しめになってますね。28万円とか、まあ、今回のモデルで言うとセンターの三振が28万500円ですからね。複雑機構のもので 12G1 にラージレートがあるデュアルタイムのもので47万8500円ですから、まあ、高くても50万ぐらいということで、非常に優しい値段設定が魅力ですね。まあ、もちろんこの値段設定的にね、ジュネーブシール獲得してないと思いますけどね、今のモデルはね。まあ、もしかしたら獲得しているのもあるのかもしれないんですけど、今回のハンプトンに関しては獲得してないものになります。はい。そして1920年代からアールデコ時代のそのデザイン潮流というものを受けて、こういう角型ウォッチというところにも制作力を入れていくことになるわけでございます。で、そして登場したハンプトンですね。で、今回、まあ、新作になるんですけど、まあ、見ていただいた通り、このすごく真面目なデザインですよね。もうカクカクとした長方形のいわゆるレクタングラーケースですよね。そしてそこにバーインデックス、12時1だけアラビアですけど、バーインデックス、他の部分バーインデックスですね。あと6時1も数字ですけどね。うん、非常に直線的なデザインで面白いなと思います。あと文字盤、これよく見ると内側と外側で仕上げ違うんですね。で、この仕上げの違いというところも直線的になっていて面白いなと思います。あと、それからですね、インデックスの外側にあるアワーマーカー、インデックスのこの外側にある枠みたいなところですけど、まあ、そこも直線的に作ってますね。ということで、かなりこのアールデコを意識したデザインなんじゃないかなと思います、ね。まあ、価格帯とこのデザインとってなると非常にバランスいいんじゃないかなと思いますね。例えば今丸型ラウンドの時計、いいものを使っていて、追加でこの角型欲しいなと思っている方にもいいと思いますし、これから
高級時計、機械式時計買おうかなと思っている方にも、この手を出しやすいというかね、検討しやすい価格帯なんじゃないかなと、まあ、決して安くはないですけどね。なんですけど、まあ、例えばそのロレックスであったりとか、まあ、そういうパテックフィリップであったり、そういったところには全然ね、届かない価格帯で狙えますので、まあ、ぜひ検討してみるといいんじゃないかなと思います。そして中身はですね、この三振のものとスモセコのものに関しては中身エタなので、まあ、これも安心材料ですね。あの初心者、時計初心者の方はエタ内蔵のものっていうのは非常に安心して使えるものだと思います。まあ、機能としては非常にシンプルで、なんか複雑なものっていうのは組み込まれては当然いないんですけど、やっぱりね、大きいのは壊れない、壊れにくいっていうのがありますね。あと修理の時も水素送りになりにくいっていうのが非常に大きなポイントだなと思いますから、時計初心者の方には非常に便利なものだと思います。そして1個だけデュアルタイムの方だけこれ不思議なムーブメント、これちょっと私知らなかったんで、また後で調べてみたいなと思うんですけど、ソプロットっていうね、スイスのムーブメントメーカーのものを使ってるみたいですね。TT651 というムーブメントだそうです。ちょっとこのあたり私あんまり詳しくないので後で調べてみたいなと思います。もしご存知の方いたらコメント欄に残していっていただければ幸いでございます。はい。で、各モデルのスペックなんですけれども、スモセコのもので幅が 31mm の 9.8mm 厚で、防水性能が5気圧、パワーリザーブは38時間ですかね。で、価格が30万2500円というふうになっております。で、デュアルタイムの方が 31mm 幅の 11.1mm 厚、先ほど申し上げた通り、ムーブメントはソプロット製ということで、ちょっとマニアックなものだと思います。価格は47万8500円ですね。そして三振、センター三振の少し小さなもの、これが 27.5mm 幅、9.95mm 厚、価格が28万500円、これはエタムーブですね。といったところで、まあ、ぜひこれ気になった方、ご覧になってみてください。はい、次行ってみたいと思います。次がですね、ティファニー1837メイカーズコレクションよりスクエアウォッチということで、実は2017年にですね、このスクエアの時計っていうのは出たんですけど、それの追加ラインナップという感じですね。18金ローズゴールドのケースを使ったモデルが登場いたしました。で、幅がですね、27ミリ幅なので、これ画像で見ると結構大きく見えるんですけど、実際はそんなに大きくないですね、27なので。そして積んでいるムーブメントは6時1にスモールセコンドをいった三振の手巻きのムーブメントということで、まあ、こちら 3Hz なんで21600振動ですね、まあ、いわゆるスポーツモデルよりはロービートということで、まあ、いわゆるドレスウォッチによく使われるものですね。パワーリザーブは42時間でございます。あ、これ限定なんですね。限定150本ということなので、これデザインすごい綺麗ですよね。気になる方はぜひ限定数あるうちに行ってみてください。今動画作ってる段階ではまだショッピングバッグに入れるボタンがあるので売ってると思います。はい、そしてティファニーというブランドについてね、少しおさらいしておきますけど、簡単にですね、まあ、皆さんご存知なので、まあ、おさらいするほどでもないんですけどね、1837年アメリカ・ニューヨークでできたブランドということで、初期の頃はゴールドとダイヤモンドを使ったアクセサリーが中心、そして1853年から時計とシルバーのアクセサリーにも、手を伸ばすというところで、この時に社名がティファニー&カンパニーという今の社名になったみたいですね。はい、で、まあ、この時有名な話ですけど、本社の前にね、アトラスという大きな時計ですか、それを置いたっていうところから、まあ、このタイミングから時計も作ってるみたいですね。そして2019年 LVMH 参加へということで、これ結構衝撃的な内容でしたよね。 LVMH にティファニーがまさか入るんだっていうね、うん、なかなかこれは衝撃的な内容でした。はい、まあ、どっちにもね、当然利点があることだと思うんですけどね、 LV から見たらやっぱりそのティファニーのユーザー層っていうのは必要なものだったと思いますし、ティファニーから見た場合 LV の顧客っていうのはやっぱり自分のね、販路としては必要だったというものがあると思いますからね、まあ、お互いに利点があるこの合併だったんじゃないかなと思います。はい、で、時計の話に戻りますけれども、このスクエアコレクション、スクエアシリーズ2017年から登場しています。で、注目すべきはやっぱりこのスクエアであるということですよね。
まあ、例えばさっきのもそうですけど、さっきのボーム&メルシェのハンプトンもそうですけど、レクタンのものっていうのは意外とあるんですよ。カルティエのタンクであったりとか、ジャガールクルトのレベルソであったりとかね、あるんですけど、あとはそうですねサントスは一応スクエアなんですけど、ケースの方にケース形状に目がいっちゃいますよね。なんでケース形状ってあのスクエアというよりはちょっとなんか不思議な形してるじゃないですか。なのでスクエアなんだけど、スクエア感があんまり感じないのがサントスだと思うんですけどね。まあ、そういったところでここまでちゃんと四角形っていうのはあまりないのかなと、珍しいのかなと思いますね。ピュアスポーツで言えばね、モナコがありますけどね、ドレスウォッチでここまでカクカクしてるものっていうと、それこそカルティエのタンクの一部のモデルぐらいにしかないのかなと思いますね。まあ、といったところで非常に話題になったモデルでございます。でこのデザイン元はというとどこにあるかというと、1920年代ということで、やっぱり時代的にはアールデコの時代なんですよね。あのアールヌーボーとアールデコというね、デザイン潮流変わるタイミングっていうのがその1900年代の前半になるんですけど、アールヌーボーというのはもともとその植物とか花とかですね、そういう有機的なデザインっていうものがメインだった。そこからアールデコっていうものに時代が変わった時に、直線的幾何学的なものに変わっていったというね、この時代背景があるんですけどね。まあ、そこで1920年代ということで、まさにそのアールデコになってすぐぐらいの時代ですよね。というところでできたスクエアウォッチ、そこが元になっているようです。ということで、まあ今回のね、この新作も非常に直線的なケース、そしてこの文字盤の内側のね、四角のデザインであったりとか、あとはインダイヤルのデザインもね、四角作ってますからね、非常に直線的で面白いなと思います。ただね、そこに来てね、インデックスがアラビア数字なのが、これがまたなんか遊び心を感じていいですよね。なんかティファニーのその硬すぎないポップなイメージというのは崩さずにね、そしてローズゴールドの落ち着いた輝きというところも取り入れてということで、非常にこれも面白い時計ですね。注目の新作だと思います。はい、続いてですね、カルティエタンクアシンメトリックということで、これはもう何ですか、説明不要な感じですよね。非常に特徴的な時計がカルティエから登場いたしました。名作デザインのヒストリーコレクション、カルティエプリベシリーズに追加ラインナップということですね。はい、で元々タンクは1919年に登場したモデルで、もうまさに時計業界でアールデコデザインというものの走りになったと言われているものがこのタンクなんですけれども、そのタンクシリーズから1936年、パラレログラム、まあ、もしくは菱形という意味でローザンジュみたいなね、呼ばれ方もしてましたけど、そういったバリエーションが出たんですよね。それをオマージュしての今回は登場と、再登場という風になっております。もうね、これ何ですか、本当に説明不要ですよね。斜めってますという感じでね、独特なこの傾いたデザイン、もうなんかすごく面白いですよね。ドライビングウォッチみたいな傾き方をしてますけど、タンクの直線的なデザインを残しつつの変化球という感じでしょうかね。文字盤の内側も30度傾いておりまして、右の角を頂点に配置されているというね、なかなか面白いですねこれね。まあ、デザインはもうこんな感じで、もう見ていただいた通りという形でございます。で、まあ、中身なんですけど、手巻きのムーブを背負っているということで、キャリバー 1917MC というね、キャリバーが積まれていますね。はい、で今回3つバリエーション出ております。全部限定で、限定100本ですね。全部少ないな、100本か。なるほど。1つはプラチナケースのもの、これが価格が3192,000円、そしてイエローゴールドのものが、価格が2796,000円、そして同じ価格でピンクゴールドもあるといったところですね。プラチナに関してはリューズのこのカボションカットのもの、これがルビーに変わっているので、前回サントス・デュモンのご紹介しましたけど、それと同じですね。赤いリューズが使われております。これレザーストラップの形もね、なんか面白いですよね。この斜めに切ってあって、これも専用のものじゃないとつかないんでしょうねきっとね。はい、といったところでございますね。ただ3つともちょっとかなりドレッシーですよね。遊びのあるデザインではありますけど、まあ、やっぱりタンクってどちらかというと、というかもうかなりドレッシーに寄っているデザインだと思うんですよね。なのでまあカジュアルは少し合わせにくいかもなというのも今回のもやっぱり思うところでございます。はい、なので
まあ、これもう少し遊びたいなと思う方も当然いらっしゃるということで、カルティエさんそこも抜かりなく登場させています。こんな感じでね、はい、これスケルトンモデルということでね、これはスケルトンの専用ムーブメント積んでるあたりも面白いですよね。これ 9623MC というね、この輪列が縦に並んでるあたりとか少しマニアックな話ですいませんね。このゼンマイの香箱が上に置いてあって、そしてそのね、ここから動力が伝わって真ん中の針に伝わるわけですけど、その反対側に超速器側、脱進器があるんですけど、もう真逆のこの 6G1 に天賦があって、そこからアンクルがあって、ガンギがあって、そして4番車に伝わるというね、この流れ、一連の流れがね、見てわかるというね、これが縦長に配置されてるっていうのが、またこれ面白い作りですね。でよく見るとこのインデックスとこの内側、文字盤内側のフレーム、ここが軸になっている、軸というかこのなんていうんですか、ムーブメントを置く土台になっているということで、これは機械好きにとってもたまらないですし、デザインにおいてもやっぱり少し遊びが効いているので、少しこうタンクだと物足りないなっていう方はこっちに行ってもいいのかなと思いますね。はい、これも100本限定ということでバリエーション3つ出てますね。1つはプラチナにダイヤモンドをあしらったもの、これ少し価格高いんですけれども1000、2万円ということですね。そしてプラチナケースでダイヤモンドを使用していないものが708万円と、そしてレッドゴールドのケースのもので624万円ということで、まあ3つとも高いですね。まあさすがここまでのムーブメントを作るとなると結構なね費用がかかるんでしょうね。はい、といったところでこれも限定100本ですね。うん、なかなか面白いラインナップだったんじゃないかなと思います、今回も。ということで、まあ紹介してきたのが3つのモデルで、本数で言うとまあ3つじゃなかったですけどね、10本ぐらいになるんですかね、なるんですけど、まあ今回3モデル3シリーズですかね、紹介させていただきました。まあデザイン調理を見るとアールデコっていうところなんですけど、まあちょっと、まあ、今更なんですけど、例えば今2020年じゃないですか。でハンプトンにしてもティファニーのスクエアにしてもそうですし、まあ、タンクもそうですし、だいたい1919年20年ぐらいが元なんですよね。って考えると、そのアールデコウォッチ100周年みたいなのがもしかしたら今年あるのかもしれないですね。そんなところからこんな角型ウォッチというものがだんだん復刻してきているのかなという印象も受けました。で、まあ、今年角型ウォッチ注目してみてもいいのかなと思いますね。はい、といったところで、ぜひ皆さんも気になるモデルがあったらチェックしてみてください。以上、本日も長々とお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。